どうも、うつです。今日はちょっとデジタルオーディオプレイヤー、あと iPhone ですね、を音楽をちょっとね聴き比べて、どんな風に違いがあるのかなっていうのをちょっとね確認してみようと思います。ただ音楽の再生なので著作権の問題ももちろんあるからね、ちょっとこっちにねドワッてアップできないんですけど、ちょっとヘッドホン使って聞いてみて、うつさんが感じた印象をお伝えしたいと思います。でまず最初に、まあ、やっぱりこちらですね、 iPhone6 Plus、まあ、iPhone6 って言い方でいいと思うんですけど、こちらで一回音楽聴いて、その後に今回はねちょっとソニーばっかしなんですけど、ソニーの、比較的安い E シリーズ、たまに動画に登場してきていたウォークマン Z、 ハイレゾ音源再生対応の IC レコーダーの4点をちょっと聴いて感想を言いたいと思います。曲はね同じ曲でちょっと統一してやろうと思いますので、うつさんの大好きな、ユニコーンガンダムの曲、ケミストリーさんが歌ってた曲でちょっと聴き比べしてみたいと思います。ちなみにこの曲はハイレゾではないです。 320kbps の 44.1kHz の音楽になります。でちょっとねまずは iPhone から行ってみたいと思います。次はウォークマンの E シリーズ。結構違う。あれやばい、結構これ音いい。これなんだ、かなりいいぞ。次はウォークマン Z。 違う。さっき聞いて、あいいなって思った、あまあこう見せた方がいい、さっき聞いてあいいなって思ったこの E シリーズより、なんかすごい深い、深いって言い方があってんか分かんないけど、音の聞こえる、なんだろう、音がだいぶ多く感じる。違う、全然違いますね。で何気にうずさん一番気になってたこっちの IC レコーダー、これの音がどうなのかを聞いてみます。すごい、なんか、なんかすごい、何かすごい工程は分かんないけど、音が綺麗。さっきの Z と一緒、音がなんかすごい綺麗に聞こえる。本日この4つですね、4つの端末で同じヘッドホンで同じ曲で試したんですけど、それぞれやっぱり違いはある気がします。特にちょっとこういうの言うとソニー、何ソニー寄りなのみたいな感じになっちゃうんですけど、でもしょうがないですね。 iPhone は音楽プレイヤーとして操作性はすごくいいんですけど、 iPod のねアプリがあるから、音はねやっぱりね、なんかね軽いっていうか、深くない、浅い音楽、うずさんのね表現だと浅い音楽って表現をさせてもらいます。で iPhone からワンステップちょっとアップしたかなっていうのがやっぱりウォークマンですね。でウォークマンだと音がやっぱりねすごく、なんだろう、ボリュームが、音のボリュームが上がるような感じがします。音量の話じゃないんだけどね。ただ、この E シリーズ、これ多分ね5、6000円で買えたのかな昔で、こっちのウォークマンの Z とか IC レコーダーのね IC で SX1000、 同じ曲をこっちで聴くとなんか深いんですよ。でうずさんが言う深いって意味がちょっと分かりにくいと思うんですけど、音のね幅がなんかすごい広く感じるんです。 iPhone からこっちに変えてなんか、あいい音だって思ったんですけど、それからこっちに来ると音はね、なんか前面に出てくる音はちょっとね抑えめになった感じがしたんで、最初あれって思ったんですけど、その後にすごい広がっていくんですよ音が。やっぱりね違いはありますね、すごい。でこの2つがいいっていうことを言ったんですけど、この2つじゃどっちがいいのとかどう違うのって思うと、これはちょっとね分かりにくい。耳の肥えた人ならね違いが結構分かるかもしれないんですけど、うずさんにはほぼ同じに感じました。ただこちらの IC レコーダーは 192kHz の 24bit までハイレゾ音源が再生できるんですけど、ウォークマン Z の方は確かそこまでできなかったと思うんですよね。だから本当にクラシックとかの曲でいい音をダウンロードして聴こうと思ったら、多分こっちの IC レコーダーの方がいい音で聴けるんじゃないかなっていう思いはあります。でもなんかね雑誌で書いてあったけど、そこまでいっちゃうと本当にね分かんないらしいからね、数値上の話になっちゃうんじゃないかな。まあそれなんで現行機種だったらウォークマンは F シリーズとか、あとは今回ね新しく出た A シリーズなんかがこれと同レベルより、ちょっと若干ねクラスが上の曲、こちらのウォークマンさんが持ってるウォークマン Z より、いい音で聴ける
ウォークマンになってるので、ポータブルオーディオプレイヤーとしてはウォークマンやっぱり強いんだなって感じましたね。よくねネットだとね、 iPhone とウォークマンどっちが音楽聴くんだったらおすすめですか、あ iPod があるんですけど、やっぱうずさんはね断然ソニーだね、音楽聴くっていうことに関しては。だって最近 iPhone で音楽って聴かないもん、うずさん。 YouTube とかゲームはねこれで見たり遊んだりしますけど、だからうずさん出かけるときは面倒なんですけど、 iPhone とウォークマン右と左のポケット入れて、音楽はウォークマンで聴いてる。で地図を調べたりとかそういうのは iPhone でやってる。だから2台いつも持ってってるね。まあある意味2台持ちだね。ということで本日はうずさんが持ってる音楽プレイヤーの一部で聴き比べをしてみましたっていう動画になります。やっぱりウォークマンすごい。で、うずさんもちろん持ってはいないんだけど、ウォークマンでも7万円ぐらいするね、高いウォークマンもあるわけですよ。前ちょっと動画で紹介したことあるかもしれないけど、で、あのウォークマンとこのヘッドホンで、前電気屋さんでね、試聴したことがあるんですけど、あれもすごかったなって印象がありますね。まあ、7万は出せないけどね。でも、ソニーのウォークマンだけじゃなくて、他にもいろんな10万円クラスのハイレゾ音源再生プレイヤー、ありますから、そういったものをね、聞き比べとかするとね、なんか贅沢な気分になりますよね。ということで、本日はこんな動画になりました。ではまた別の動画で、バイバイ。でもね、前ね、若い男の子でね、ウォークマンのね、ZX1 をね、電車でね、使ってね、音楽聴いてる子がいたんだよね。あれ、すげえな。